きましょう。なんか取れないのとか所持品の見方とかどうやって見るんだろうと思ったんだけど、多分落ちてた、なんだこれ、フラッシュライトをつける、いい空気、ね、消す、あ、消えた。外の何が好きってこの空気、そうだね、あの街の匂いは大嫌い、臭いね。ビルに消臭剤でも頼んだらどうだ。 そうね、使用期限がなかったら悩んだ。いい匂いなんだね。一応外は自然の匂いがするのかな。そう、なんかその場で食べて回復するアイテムだったみたい。だからこう持ち歩けるアイテムじゃなくて、その場で食べて回復するアイテムだったから、ダメージ受けてない中では食べれなかったみたいですね。あそこ？ OK。 基本ここって通っていいの？誰もいないけど。いける？手伝わなくていける？こっちよ。はい、ありがとう。入り口をお願い。入り口をお願い。あ、閉めてってこと？はい。コーション。コーションって書いてるよ。大丈夫？フラッシュライトをつける。自動でつけてくれるとかじゃないから、自分でちゃんと見なきゃいけないね。消す。ああ、最悪。板が落ちてる。板が落ちてる？ああ、なんか、あれじゃない？はしごみたいにかけれるやつが。わかったよ。なんだなんだ。ジャンプさせてあげる的な感じかな？せーの。違うの？あ、これね。で、上で受け取ってもらうのかな？こっちよ、渡して。おい。どうぞ。持てる？ちょっと重たいぞ。気をつけて。大丈夫だと思う。おお、手怪我しそう。わかった。優しいね、この人、声がけが。それはいいけど、私どうやって戻るんだ？あっちまで。綺麗。天気がいいね、今日。近くに兵士がいないか調べてくれ。いたりする？大丈夫。こっちよ。こっちよ。こっちよの瞬間見てなかった。こっちが開かないんじゃないかな。こっちね。ほい。アイテムを探ってしまう。よいしょ。基本あの人についていけばいいのかな。そっち？なんもないかな。すぐよそ見したくなっちゃうんだよね。開けられない？ここも開かない？ゴミすごいけど。はい、ありがとう。暗すぎる。ハーブ欲しい。このバッテリー永遠なのかな？あ、でもなんかつけてると敵に見つかりやすいとかももう補給して、ありそう。必要になるから。オッケー。あ、これね。はい、4発。ちゃ。取って。よしよしよし、取った。リロードってどこまでできるんだろう。1、2、3、6発ぐらいかな。ねえ、坊や。え？外の様子を見てきて。あ。兵士やロバートの部下がいないかね。オッケー。擦れてるな。大丈夫かな。やつら待ち構えてるぞ。見てそる見の方てる。が面白いじゃない。行くわよ。すごい合図の出し方が。いおないっいでてす、こおいと？です。元気にしてるかい？今はやめて。いやいや、構わあ、ない。ダメよ。テスっていうんだ、あの子の名前。わかった。そうする。ここ行かなきゃ。モテモテだね。ごめんごめんごめん。話ちゃんと聞いてる方がいいね。すぐ行きたくなっちゃうんだけど、いろいろ。おいです、おいです。ワンワン。炊き出し？早くして、家路にしそう。おとなしく待っててくれ。何焼いてんもうの？すぐ次の分が来る。ちょっと列に割り込まないでよ。うるせえ。俺はこれをずっと待ってたんだ。何焼いてるの？ネズミか何かかな。配給カードがないなら時間の無駄だからやめて。弾丸と交換する気はないの？弾丸と交換。配給カード。配給カードがあったらご飯を交換してくれたりするのかな。
その子に配給カードあげたのかな。悪いな、犬はもう全部売れたんだ。あっという間だよ。来週来てくれ。この犬はでも尻尾振ってるから友好的な感じだよね多分。こんにちは。怖いなみんな。触ったら買え。触ったら買え。テス、久しぶりだな。最近来てないじゃないか。誰が話しかけてるんだ。あれは誰。お前には関係ない。怖っ。ここなんか大丈夫。おーおーおおどこに行くんだ。ロバートさんのところ。ああすまないテス、君の連れだったのか。どうぞ。顔に食らわせろよ。テスすごい顔がつくね。待って待ちなよ。ちょっとやばい。誰だ。頭痛の種聞かないで。頭痛の種、モテモテですね。でもここで生き延びていけるのはテスさんの人脈のおかげかも。綺麗。怖い音してるんだけど。ロバート探してる。ここを通った。30分前な。ハトバに戻った。うーん。今もそこだ。なんかもう無駄のない動き。これを渡せばあなたは話してくれるわよね。じゃあその分のだけの情報はやろう。あいつ工場にいろいろ溜め込んでるらしいぞ。ちょっと聞こえたらまずいよ。ああ。工場にいろいろ溜め込んでるらしい。聞こえたらまずいよ。なんだろう。ここでも兵士みたいな人全然いないね。すまんね、寄り道が多くて。やれやれ。あれ、やからか。怖いぞ。どうして。命が惜しいなら回れ右してとっとと帰りな。あなたたちに用はないの。ロバートを渡して。ロバートを渡して。面倒は嫌でしょ。この人たちに殴られたのか。どっかへ失せろ。いなくなってほしければロバートを渡しなさい。おい、早くここから出ていかねえとお前のその頭かち割っちまうぞ。銃持ってるからな。あらそう。うわっ。隠れろ。準備いい。ああ。え。援護する。脇から攻めて。脇から攻めて。よし撃った。やったか。ここまでいるじゃん。よし殺したわ。さすがねジョエル。残酷な世界。 お前もな。どうやってこいつらを集めたんだ。集めたんだ。そういうことだけはロバート得意だ。ああ、ロバートが集めたのね。そういうことね。テスだっけ。このテスが集めたって言ったのかと思った。名前が本当に覚えられない。承知承知。なんかテクニカルな戦闘方法だね。持ち上げて、ああ分かった。どうしたらいいんだっけ。×、はい、三角ね。どうぞ。では、もう泥だらけだろうね。こんなところ歩いてる。靴を手を貸して掴むって。よいしょ。うわパワフル。いやすごいな、この重さ持ち上げられるのやばくない。ちょすり抜けられないんだね基本人。あのネズミ食料になんのかな。開けとかない。あ無理か。オッケー、行きましょうか。降りればいい。ほっ、ロバートね。ロバートの部下よ。ほう。あいつらが来るだろ。テスを消しに行った二人が殺された。テス、テスとジョエルは間違いなくロバートを狙ってここに来る。どうする。まったく引き受けるんじゃなかった。やるか。しょうがない。警戒して誰も忍び込めないようにしよう。はあ。隠れながら進めば誰も銃弾を使わずにやっつけることもできる。だってすごい。動いて。中にもいるよね人。これやばい。これ振り返りそうだな。この人振り返らないかな。おしっこでもしてんの。
掴む。少しならその敵を縦にして動くことができる。チュートリアルはアンロックされた。ありがとう。縦にして動くか。今私さっき習った四角を連打しちゃったな。待って、チュートリアル見るか。人質を取る、新しい。気づいてない敵、動揺している敵は、もしくは倒れている敵は掴んで縦にできる。敵、人間の敵を掴んだ後に人質を縦に取りながら L で短い間動くことができる。隠れている間に四角を押せば静かに締め落とし、敵が見てる間で三角を押せば格闘攻撃になる。え、どういうこと？格闘攻撃って何？戻る。掴む。いいか、それだ。取引しようぜ。やってくれるじゃん。やってくれるじゃん。見せびらかしに行こうと思ったけど。締め殺すパワー強すぎる。あ、なんか落としたよ。やった。倉庫の前、鍵を見る。わかった。倉庫の鍵、ズームイン。詳細を見る。倉庫の鍵。倉庫にいるって噂だったもんね。オッケー。わ、戦闘楽しいな。まだ楽しいと思えるけど、これ以上持てない。回復できないんだね。もう食らった時用にあったんだろうね、今の。オッケー。倉庫とは。みんな伸びてる。みんな殺してるのかな。なんか今までゾンビみたいなのしか殺したことなかった気するから、ちょっと罪悪感あるけど。あ、ここ倉庫ですね。開けた開けた。お、普通に歩くね。気をつけてよ。何これ。それが終わったら出発しよう。投げる。もうじき外出禁止だ。ロバートはどうした。今夜の警備は誰だ。奴は一人で寝るのを怖がってるぞ。投げるって何。さあな、他の奴らと会って考えよう。ああ、でもこれ投げた瞬間やばくない。あ、入ってきそうだな。いや絶対バレたでしょ。バレてる。痛い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 、めっちゃ痛い。掴む。締める。やばい。弾がもったいない。あ、また瓶ある。取り方びっくりしちゃうんだけど。あー、でもあれだな。あれ、あれは、あ、これがあるね。これつかむ。暴れてるな。痛い。掴む。痛いです。掴む。やった。気づかなかったな、いたの。もっと人手がいる。オッケー。帰って邪魔になる。あ、もっと人手がいるわと。ここにもっと人がいるわって意味で言ったのかと思っちゃった。オッケー。待って待って、ちょっと回復薬をね、どっかに落ちてると思っている。え、何これ。ナイフ、使えば敵を素早く静かに倒すことができる。敵の背後に近づいて三角でナイフを使えば一撃で倒せる。しかしナイフは強度が低いので使用回数が限られる。分かった。確かに倒すのにちょっと時間かかるもんね、四角連打。理解です。よしよしよし、回復薬だ。嬉しい。今のは拾える回復薬だったんだね。ピンも取った。はたばに行きましょうって言ってたね。はたばってどこだ。はたばとは、あ、あれね。ごめんごめんごめん、待ってくれてた。
しょ、長押し、よいしょ、いける。侵入したのバレそう。よし、うわ、いっぱいいる。あそこにいるわ。この人ね、ロバート。うわ、これ大変なことになりそう。さっさと終わらせよ。え、時間かかりそう。え、ちょっと待ってよ。あ、びっくりした。戦うか隠れるか、その時の装備と体力を考えて臨機応変に挑む。南からの連絡だ。下手に動かないで。分かった。なんだこれ。びっくりした。外に出るのは自殺行為だ。俺はそれでも残るよ。掴む。ちょっと隠れといて、隠れといて。これなんだ。あ、レンガね。レンガ怖。どこにいるロバートさん。来るかな、ここまで。怖い怖い。あれ、バレそうで嫌だな。掴む。よいしょ。え、なんでなんでなんで。やばい。お、どっから撃ってる。わ、めっちゃ来てる。わ、待って、来てるな。お、待って待って待って。え、強い、あの人。危ない。いた。うわ、痛いよ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 。危ない。三角、待って待って、ね、隠れないでやばいって言ってたな。ちょっと待って、死んじゃう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 。やばいやばい、ちょっと待って。回復したい。投げろ。よし、来た。やったかやったか。結構食らいましたね。武器変えたい。5発しかもうない。カツカツだよ。何これ、拾った。耐久度ある。一人ずつもっとゆっくりやればよかったのかな。痛かったな。このまま進んでやれるかな。あのオフィスに。オッケー、やったやった。よし、行きます。弾欲しいな。今んとこいない。行きましょう。オープン。うわっ、失せるこの野郎。話があるのよロバート。そう、お前に話すことなんか何もないぞ。いや、こっちは先に。消せる。逃げた。あ、逃げた。どうする。ロバート、相手も何もないか。こっち。オッケー、ほら、ここに入ったわ。ここに入ったわ。オッケー、わかった。怖い。これ全力で走ってて大丈夫かな。あと少しよ。あと少しね。何もない。こっちかな。どこ行った。 OKOK、 そっちね。ジョイ、すぐそこにいる。 OK、 大丈夫かな。怖いんだけど。立てや。残念だったな。あら、ロバート。ヘス、ジョエル、悪にはなかった。撃たれてる後は。もちろんよ。よし。うん。会いたかったわ。なあ、お前が聞いたのは全部デタラメなんだ。実際にボコボコにされましたが。銃はどこにあるのか言って。なんか銃言ってたね。ああ、分かった。でもややこしいんだ。待て、まずは話を聞いてくれ。警部。一体。くそ。わかった。やめろ、やめろ、やめろ。くそ。
わめかないで。続けて。あ、違う。撃っちまった。え？なんですって？仕方なかった。その銃売らなきゃいけなかったんだよね。こっちにもよ。こっちが。判断を誤ったわね。少し時間をくれ。一週間でいい。私を殺そうとしたくせに今さらバカ言わないで。殺そう。誰に撃ったの？言えねえ。二三日くれれば。ああ。くそ。誰に撃ったか言いなさい。ファイアフライだ。奴らに借りがあった。マーリーンだっけ？ファイアフライの人間の一人。なあ、奴らは軍と揉めてる。今すぐ乗り込んでぶっ殺して銃を奪おう。どうだ？都合いいな。おいおい、ファイアフライなんてクソだぜ。やっちまおう。この人殺されそう。バカなやつね。だと思った。残酷。でどうする？銃を取り返す。どうやって？さあね、説得するとか。とにかくファイアフライを探すの。ここにいるわよ。お、早速女王様のお出ましだ。なんでここに？撃たれてるですよ。痛そうじゃない。ロバートは？あ、やりました。なるほど、そういうことね。彼が渡した銃は彼のじゃないのよ。返してちょうだい。そうはいかない。返してもらうわ。金は払った。武器を渡すなら見返りがいる。うん、そんな特別な銃なの？カード何枚欲しい？配給カードなんていらない。運んで欲しいものがある。ほう、うまくいけば銃は返してあげる。それでどう？運んでほしいもの。銃はどこにある？軍の奴らにだいぶやられたと聞いてるが。疑ってるのね。見せてあげる。見せてあげる。ってことはすぐ見せられる距離にはあったってこと？まず銃を見ましょう。じゃあ来て。うん、こんな中よく行くね。脱出するわよ。足出して。大丈夫これ、うん、したいけど、ちょっとアイテムとかない？アイテムとかない？あるじゃんあるじゃんあるじゃん。部品を集めるとでいろいろできると。ありがとうございます。いや、これ多分ゆっくり見てても来ないね。大丈夫大丈夫。なんかそのゆっくり見てるといたぞみたいなこと起こりそうでちょっと怖いんだけど、大丈夫そうだね。ん、なんか落ちてた。あるな。でももうこれ拾えないのかな。よしよし、とりあえず気持ち程度の武器。ここよ。はい、回り道来て。 OK。 よいしょ。こっち、街の作りすごいな。ほんとテスついてきてるかい？てかマーリンさん、お、アクティブ。てかお腹痛いんじゃないの？よいしょ。ボタンがね、三角かバツかちょっと分かんなくなっちゃう。よいしょよいしょ。すごい作りだな。来たのって軍の人たち？うわっ、大丈夫？ L さん、その残りね、少ないからあなたを頼る。こっちよ。はい、あなたの仲間。なぜ今なんだ？おとなしくしてた。町を出ようとしてた。でも軍は見せしめがいる。だから私たちも見せしめがいる。そうみたいだな。自分たちを守ってるだけなの。町を出たいけど許されないってことだよね。こんなところに銃が飾ってあるの？大事に取ってあるってこと？開けようか。ジョエル手を貸して。はい、せーの、よいしょ。血がめっちゃ出そう。
誰か直してくれる人いるのかな。ねえ、大丈夫？なんとか。なんかでも傷口から感染したりとかしちゃいそう。あ、いるってこと？ポリス。待って、兵士。あれが出口、橋の下の扉。楽しい状況ではないか。こっそり抜け出しましょう。気が進まないかもしれないけど、やってみましょう。打たない方がいいってことだよね、こっそりってことは。行くわよ。あのドアまで行くわよ。L さん。あのドアね、OK。まあ、基本的にここ見えないでしょ。びっくりした。あ、こっから直接行けないってこと？オッケーオッケー。おってやばい、めっちゃいるじゃん。正義の鉄槌ってやつだ。回り込んでもう一人を。いける？いやでもこれバレそうだな。おし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 、連携プレイ連携プレイ。ありがとう。静かに。頼もしいよね。ありがとう。これじゃ持てない。はい。あ、なんかあるなんかあるなんかある。気をつけて。オッケー。広広広広広広。楽しい。ドキドキ。人殺すのは嫌だけど。ピンもらえる？もらえる。拾ってジャンプで、びっくりした。ちょ、あ、バレたやばいバレたやばい痛い。ちょっと待って、これ隠れた方がいい気がする。来るかな。やった。入ってきちゃった。やばい。お、ワンパンなんだけど。やった。入ってきちゃった。怖い。この機能も強い。わあ、でもなんか先が思いやられますな。もうちょっと上手くならないと。弾がもうあんまないよ。間違った。これリロードしておいて。なんだこれ、聞けるぞ。なんてこと、ウォレン。ウォレン、あ、うん、これファイヤーフライの人々。さよなら。あ、そうなんだ。行こう、マリン。まだ兵士がいるぞ。そうね。行きましょう。そうか、でもここの中では本当死んじゃうとかはめちゃくちゃ身近なんだろうね。そうか、緑の服の人はファイヤーフライの人でいいのかな。そのもういろいろもの何もない。あ、え、あるじゃん。そうか、このやっつけた人からはなんかもらえる可能性があるって感じかな。ここら辺でもやっつけたけど、オッケー、ないね、行きましょう。おい、行くよ。行くわよ、はい。まだまだいるよね、多分。オッケー、素晴らしい。痛い。どこに行くの、マーリン。こっちよ。拳銃そんな、そう遠くない。なんかはめられてる感じしない？拳銃がある場所連れてってくれてるけど、こんな場所にあるの？ねえ、大丈夫？フラフラだけど、でも大丈夫。本当？頭かゆい。このすぐ先。はい。めちゃくちゃでかい。外出禁止時刻になりました。はい、急がない。正式な許可なく屋外にいる者は直ちに逮捕され。走れないんだよね。急ぎたいんだけど。何を運ばせたい？あ、運ばせるもの。運ばせるものを取りに行ってるのか。
分かった分かった。もう多分帰るためのゲートも封鎖されてるよね多分。大丈夫か。ジュエル手を貸して。え、この子結構もやばそうだな。あどうした、立てよ。手を離して。ちょっと大丈夫大丈夫。 あれこの子やめなさい。随分と若いメンバーだな。分かったかも。メンバーじゃないわ。嘘、どうしたの。大丈夫、直せるから。ガイドよ。この子か。私は行けないの。私も行かない。エリー、エリー最後のチャンスなの。おい、運ぶってこの子か。ファイアフライがいる州の議事堂まで。そんな遠くまで。でもできるでしょ。戻ったら買った武器は全部返す。倍にして返してあげる。その武器は一体どこなの。キャンプにある。この目で見るまでは何もしないわ。じゃあついてきて。武器を見てる間私は治療する。でもこの子が来るのは危険なの。ジョエルがついててあげて。おい、勝手なこと言わせない。エリー信用できる。弟のトミーを知ってるの。困った時は兄貴を頼れって言ってた。あいつはファイアフライから去ったぞ。あんたからもね。いい人だった。トミーさん、でもまだ生きてるんだね。あの子と北トンネルに行って待ってて。勘弁しろよ。運ぶだけじゃない。話は終わり。あなたは大丈夫。いい人だなこの人。助けてあげたいってことかなこの子。さあ行って。急ぐんだぞ。お前はついてこい。行くぞ。ついてこい。別々行動になるんだ。大丈夫かな。で、大丈夫？外歩かせて。元気？この子連れて戦闘するのやばくない？銃声はしてたけど。こんなに何があったの？ファイアフライだ。さっさと移動しないと俺たちも同じ目に遭う。プロなんでしょ？任せるよ。運び屋のプロね。周りにはファイアフライの人なんでしょ。なんかもしかして来てる。これ見られたらやばいんじゃない。車の中から。大丈夫。全然隠れる気配ないけど。どこだ、どこに行くんだ。何これ、入れたりする。あ、こっからだ。ついてきてる。こっちだ。死刑に該当します。不審な行動は直ちに通報してください。怖っ。やっぱバレたらやばいんじゃないのこれ。巡回してるんだね。なんでこの夜の時間に出歩くと何なんだろう。脱走されちゃうからかってことかな。こんな死刑に値しますみたいに。どこに行くの。この上だ。北トンネルに繋がってる。この上どうやって行くの。ちょっと待ってろよ。おい、あーこれ持ってくのね。理解。よいしょよいしょ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 。なかなか細かい動きが。よいしょ。おいで、よいしょ。待ってるよってことはこの子はこれできないから、なんか下ろしてあげたりドア開けたりするのかな。このトンネル右側に使うの。え、ついてきてる。たまにな。子供は運んだことある。いや初めてだ。あ、ついてきてる。来れたんだ。マリーンとはどんな関係。ねえ、さあね、多分友達かな。友達友達だと。12歳ぐらいのガキが
ファイアフライのリーダーと友達？リーダー？母さんの友達なの。うん。私の世話もしてくれてる。あと私は14。年なんて全然意味ないけど。親はどこにいるんだ？そんなのとっくにいないよ。誰の親もそうでしょ？死んじゃったの？つまり学校に通う代わりに逃げ出してファイアフライに参加したってわけだな。いい？私を運ばせる理由については教えられないよ。俺の仕事のいいところはな、理由を知らずに済むことだ。正直なとこ、そんなもの知りたくもない。よかった。喧嘩売るね。そうか、じゃあこの子は安全な場所に連れて行きたいっていう感じではあるけど、なんか特別な理由もあるかもしれないってことだね。運ばせる、すごい血を持ってるとかわかんないけど、行きましょう。お母さんの友達がマリンだったんだね。死んじゃったってことかな、感染かな、なんかして。学校みたい。走れないですね。大丈夫か。え、なんて名前だったっけこの子、なんて名前だったっけ。ここで待ってろ的な感じかな。風呂入りたいね。何してるの？待ってる。じゃあ私はどうしたらいい？そんなことは自分で考えろ。冷たいな。時計止まってる。あ、これ。いや、ダメだ。行くんじゃ。娘にもらった寝言言ってたよ。怖い夢は嫌い。ああ、俺もだ。めちゃめちゃ雨。私初めて見たんだ。ん？街の外。ほんと真っ暗だね。今まで街の中にいたってこと？でもここよりはマシでしょ。ファイアフライはお前をどうしたいんだ？ごめん、遅くなったわね。軍の見張りが多くて。マーリンは無事よ。よかったよかった。武器は確認した、大量に。うん、やるわね。ああ、行きましょう。行きましょう。じゃあこの3人でこれから動くってこと？この子も辛い目に遭うだろうな、いろいろと。